オラートゥドゥベンサンパウロ森京です。ボンジュアおはようございます。今はるみさんとこれから来る、野球隊員広瀬拓也さんとサンパウロ山田くんを迎えに行っています。で、はるみさんスタイルの撮影スタイルですね、この車の運転中まあ、はるみさん動画見てる方は知ってると思うんですけど、こういうこの運転中の様子ですね。いるかな。はい、子供たちはまだ寝てます。かいおくんとさくらちゃん、ボンジュアということで、せっかくはるみさんスタイルなんで、今日はポルトガル語のフレーズ紹介をします。はるみさん、今バスターミナルに、まあ、僕の友達を迎えに行ってるんですけど、そうだね、迎えに行くってなんて言うんですか。ブシュカ。あ、カリオカ的に言うとね。カリオカ的にブシュカ。ブシュカ。サンパウロの人はブスカーかな。ブスカーですね。そうだね。ブスカール、ブスカール、迎えに行く。まあこれが一般的ですよね。なんか他の表現とかってあるんですか。僕まだわからないんですけど。あの表現迎えに行くで、はい、ペガーとか。ああ、もっと簡単に言ったら、そうだね、捕まえる、はい、はいはいはい、いいのかな。ちょっとブルーノがいないよね。ブルーノ行ってほしいよね。わかりました。じゃあとりあえずポルグの、ポルトガル語フレーズ紹介ってことで、迎えに行く、ブスカー、はい、そうだね、はい、ではバスターミナルで、はい、ブスカールしてるところをこの後お届けします。はい。